何やら騒がしいようだ。この局所的なイグニスの満ち方、この身の獣が震えている原因は歓喜か、人の手を捨て獣と化して久しいが、これほどにまがまがしい夜は初めてだ。この虚ろの夜は深夜、これ以上そのまま人間を食い荒らされては我が身の獣が上へ暴れることは必然。これはいささか面倒ではあるが、自ら深夜へと思うき、その者の企みを止めるほかない。これも生への未練か。とうに諦めはついたもんだと思っていたが、リタンのイグニスを押していらぬこの体、人の身に戻れるのなら、せめて慰めに行くとしよう。これほどの力を醸し出す者のイグニス。我に至難八苦を与えたまえ。ファーストクローズディバイド。こうやるな、やるな、おのれ次だ。わしだ、おのれ損害か、終わりか、おのれ終わりか、やるな、こう、やるな。うん、メルカバ。セカンドクローズ、ディバイド。なぜだか。やるな、終わりか。こう。ウィンズ、メルカバ。我が肉体が欲しているその魂、一口ぐらいかじってもよかろうか。お相手、願いましょうか。ファーストクローズディバイド。それで終わり？さっさと来るかね。メルカバ。ちょっとあ、セカンドクローズディバイド。それでほら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 ウィン、メルカバ。こうして襲い来る者から身を守ることで、さらに他の誰かからの標的となる。さらなる栄光の連鎖。まったく人間というのは不合理この上なる。つまる領域にその足を踏み入れる者、何やつである。おっと、それは僕じゃないんじゃないか。我が権限の獣、アジダハーカ。
彼のことだろ。ほう、これは実に興味深い。虚無の刺激、いや権限による虚無に酷似した擬態の生成というわけ。お褒めいただき恐縮だね。それじゃ彼のことはお分かりいただけたとして、付属物である僕の方はケイアスと呼んでくれ。君のことは何？我が名はメルカバ。物おじせぬ若者よ、気に入ったぞ。この流れ込むであろう意志。そうだ、君たち虚無が自立した意識や高度な知性を持っている。いや、全てがそうでなくとも、知性を持つ個体が一部にいるであろうこと、我々人間に意思の表現を知り得ることができないだけ、コミュニケーションが取れないだけ、ロジカライズ、空気振動での伝達、言語定義に縛られる感情、さらに地域で隔てられ異なるなど、非効率極まりない。こんな不完全なもので意思を伝達し、いくら興味を持たれようと教えることはできんのでな。あいにくこの記憶もなく。なるほど。ではどうだい、行くあてもない長い旅なら僕らと共に暴れないかい。我がアムネジアでは優秀な兵隊を、ダメかな。よりどころを示され、わずかにでも動いた我が心よ、ひとたる意識、その残滓、情けないものだ。残念だが若者、所詮我らは愛にでも人と共には生きられぬのだ。好みの獣は正義だが、この残された人の、そうか、それは非常に残念だ。それじゃ多少乱暴にでも捕まえて帰るしかないね。長く丈夫な縄に。ファーストクローズディバイド。分かって今や。危なすぎる。分かって行くよ。ここまでだと。今甘いの危ないの。行くよ。分かっていた。行くよ。ミンテ、メルカバ、セカンドクローズディバイド。危なすぎる。アナウン、分かっていた。お互い様さ。分かっていた。今だ。ちょっとだけだ。ウィン・メルカバ。虚無狩りではないようだな。夜に群がる死を浅き異端の者から。厄介なのが現れたな。存分に味わわせてもらう。ファーストクローズディバイド。よっ、爪が甘い。爪が甘い。よっ、よっ、爪が甘い。えい、ミンテ、メルカバ。動きは読め。セカンドクローズディバイド。
爪が甘い。夜の力よ、前。しっかりして。よっ。爪が甘い。よっ。爪が、よっ。爪が甘い。そこまでとしておき、お前とて人の心。軽くひねってやるわ。ファーストクローズディバイド。メルカバ。さあできるみ。セカンドクローズディバイド。行くぜ。やって行くぜ。俺行くぜ。やってくれたね。行くぜ。数枚返してる。だ。はいよ。なあ。極めて大型の虚無がこちらを見ている。あれは通常のものではないと推察する。お前は人間やギターではないな。人により生み出された人なんだか。意識が流れ込んでくる。意志を持つはずのない虚無が。なるほど、これが稀に現れるという変異種か。好みは変異種。確かにそうかもしれない。それは否定できない。私はオートノミックナーブ、個体名バティスタ。存在を落として主の命を遂行し、虚無を滅するためだけに作り出された層。人型の娘、やはりお前の方がよほど変異だ。人としての命を奪われ、インバースにもなれず、イモータルにも落ちず、哀れな生き様だ、変異士よ。哀れむには及ばない。今の私はこの姿を気に入っている。虚無であり、人でもある。虚無でなく、人でもなく。答えと死に場所を探す旅、執着はあるの。体が持たれるまま、獣の匂いを追うだけの獣の身。そこに果てなどなく、すべてを食い尽くすだけやもしれん。お互い人ならざるに。ならば、同じ存在である私が、ここで引導を渡そう。人の言葉で言う、情け。
学ぶぞ人型。喜びは我が牙、我が貝だ。キャツの獅子にその名を立て、人の一肉の味と知ろう。ファーストクローズ、ディバイド。危ない。倒れ。ジャルゼル、エルドとはレジウムをポッカンシムレード、本人少年妖精シグン甚大。危ない。ババリン、エルドとはシグが呼ぶのは絶対に。ウィンズ、メルカバ、セカンドクローズ、ディバイド、リンレジ、ソルジャー、接近を、カウンター、ケンタ、ガッチ、こいつも、シガー、チンダー、ダメ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 、危ない、ダメ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 、ミルクバン。ウィン、メルカバ。勝ち人で口開けば殺せるんだろうよ。この浅ましき今日のミサイルも嘘のためらうな。定めに従い、光の鉄槌を。ファーストクローズ、ディバイド。最後の回路、パーフェ見せる。ミキキ、ここでやるの。メルカバシとした言葉。セカンドクローズ、ディバイド。コンシール、はい、最後まで分かる。足元が折れてきます。全部落ちなさい。やだ、優しさ、軽い。捕獲せよ、食らうなよ。捕らえ、捕らえ。やりますね。ウィン、メルカバ。そこまでとしておき、我とて人の心ある。無益な殺生はよしとなせ。覚悟を決めろ。ファーストクローズ、ディバイド。終わりか、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 落ちろ。ワイスを吐いてくれ。ワイスを吐いてくれ。古いわ、そのロッ。終わりか。ウィン、メルカバ。なかなかやる。セカンドクローズ、ディバイド。その手は終わりか。やるな。終わりか。終わりか。その手は。その手は。出ました。こちらから行くのはしたか。そうでない。 ワイ、 ワイ、 ガス、
윈, 메르카바. 我の肉体が欲しき。その魂。一口ぐらいかじってもよかろうぞ。 わ、 すげえでかいやつがいるぞ。 なんだよあれ。 この身を見据える熱き視線。 この夜の元に道は嵐のもとに。 あ、 目があったぞ。 やれやれだな。 貴様のような 恐れも知らぬ幼き美談の者の相手は面。 喋った。 いや声じゃねえ。 心に 直接語りかけてるのか。これすげえぞ。この虚無、新型か、かっこいいな。要するであろう、目を省き飛ばすか。こうも不可思議に思われるとは。尺に触るのよ。手にしたその剣といい、前に多くの興味を抱かせる若き異端の者。 虚無にもいろいろいて、お前は珍しいタイプなんだろうけどな。人を襲って、イグジツを食らうってところは他の連中と変わらないんだろ。もろ、この口、この牙が人を食らうに微塵のためらいなどある。だったらお前も、この俺が退治するまでだ。やとなら、あいつならそうするようにな。お前たちにはこの間、三途の川が見える。 意志を持った超でかい虚無との激闘か。あいつへのとっておきの土産話にしてやる。ファーストクローズディバイド。獣王にはかんねえぞ。あれよ、あぶねえ。あぶねえ。そうでなくそうでなくぞ。 なんぶね、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 な
ねえぞこんなの。セカンドクローズディバイド。まだだ。メルカバ勝ち人で口開けば殺せるんだろう。あら、ずいぶんはっきりした大型の虚無。さすがうつろの夜には顕現しやすいのね。あら、こっち見てる？ほう、さすがな娘。この満ち溢れた権限の中、私の姿が見えるという。え？ちょっと何よこれ？喋れるの？あんた。まさか、虚無落ちしたインバースか、イグジスに飲まれたリバースの成り損ないってこと？私やい。今夜は人間との遭遇が多くてな。説明するのにもいささか飽きてきた。さしてくれ。
虚無自体を媒介にした簡単なマスタースレーブシステムくらいなら私にもできる。これはもう私益なんて低レベルな話じゃない。虚ろの夜のロストテクノロジーであるオートノミックナーブの設計そのもの、私の求める英知の一部が思考はまとまったが、もすでに権限を食い下ろし我が身にダイナス最短の器よ。従い、貴様の気持ちの心配をするには及ばない。あら面白い、あなたほどのレアなお相手ができて光栄だわ。インバースだけじゃない、イモータルまで。ファーストクローズディバイド。ザコすぎてセカンドクローズディバイド。どう行きなさしなさ、なんぼうね。調子に乗っちゃってる。お上手、無駄な。もったいない、もったいない。ベロン行きなさ、どうか。次はどう？メルカバ。サードクローズディバイド。怖いわ。怖いわ。ウィン・メルカバ。さすがは二冠者、凄まじいイグニスだ。偽りに生まれたカリスメのベゼル、その実この身と何が変わる。さあ最短に挑みし拾いなき能力者よ、まだ動けるか。我が勝利に依存がなければその身の権利。さっさとやりなさい。けどね、必ずリベンジしてやるから覚えておきなさいよ。あんたのその白目顔は絶対に忘れないんだから。我が恩敵あれを幾日が過ぎたろうか。いくら食おうと足りぬ、いくら食おうとまらん、いくら食おうと満たされぬ。パラドクス、あれほどの味を知ってしまった今、やはりあれだけの器となれば権限の味も格別。艶やかに見え溶け落ちるような至極の肉ですよ。お、人としての意識を有し、罪悪の念を抱き、血肉の味を嫌悪しながらも一心に進む。かつての記憶と肉体を取り戻すなど、すでに不可能だと知った上での弱いことである。食欲に従い、ギタンスの権利をむさぶり求めていただけかと。さすれば釣り合う道々の一つ、先の娘子の口にした最短なるもの、英語の苦悩。より強き、より甘き、
弓矢たち竹木イグニスを持つ比類なき器、それを求めるのみよ。この夜の求め待つなよ。今日さたる最短の者ら一人残さず、元より異様たる国に人の意識がとどまること自体が怪異にあったのだからな。ゲームオーバー。